社長、おはようございます。おはよう。さて、今日はダイヤ改正日だな。張り切っていきましょう。ということで背景変えます。はい、路線図を持ってきました。こちらは現在の東関鉄道全体の路線図です。東関鉄道には現在3つの路線がありまして、新たに小浜線という、海を通る路線が今後建設されます。駅名はまだ4枠ほど募集してるので、お気軽にコメントしてください。締め切りは来週までです。それと、小浜線には、SL 観光列車も走らせる予定です。そのうち東潮の定点観測をお届けいたします。我が社でもついに SL が走るんですね。SL は大事にしないとねー。続いて、新路線の小浜線で走る車両のご紹介。こちらが小浜線を走行する車両です。左から、各駅停車の211系湘南色、E231系湘南色、SL 観光列車潮風号の C5780 蒸気機関車と12系客車、快速の E233 系中央線、特急舞風号の E257 系、快速のキハ75型、です。特急および SL 観光列車の愛称は、ディスコードにてルーレットで決まりました。来週、昨夜さんと諏訪湖さんに、小浜線の路線建設を頼む予定です。完成次第、定点観測をお届けします。車両紹介は以上です。今回は、本線、空港線、緩和線の白紙ダイヤ改正を行いました。3線ともに朝夕と昼夜のダイヤを改善しました。別動画で全面展望をお届けしていきます。はい、今回は、大規模白紙ダイヤ改正ということで、新しい路線と車両のご紹介をしました。次回は、新路線の建設会となるので、お楽しみに。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、更新通知のオン、Twitter のフォローよろしくお願いします。7月25日はついにコラボ茶番劇の投稿日です。パート1には東関鉄道開発日記のパート1以降出演していなかった。前社長が久しぶりに出演予定です。花火大会の鉄道会社での出来事を再現してみましたので、ぜひお楽しみに。ちなみに社長以外はパート2以降出演しません。コラボ動画の投稿の影響により、東関鉄道開発日記の投稿日を、毎週金曜から毎週月曜にコラボ期間中のみ特別変更となります。じゃあそろそろ終わりましょうか。では、私たちはこれにて失礼します。来週もぜひ見てね。それでは、最後にコラボ動画の予告をどうぞ。